です、えー。あなたにもできる節約術ということでね、今日はお送りします。まあ収入がねもう伸びないね。まあ日本もだんだん衰退国になって、まあね派遣も派遣というかリストラされたり、それからし収入もね最初からあんま上がらないし、ね年功序列もだんだん薄くなって、あの大変になっていく中で。 できることは節約ですよね。で、節約術具体策ということでね、無駄なものを買わない。これね、ストレスがたまるでしょう。だね、ストレス解消で物を買っちゃうんですね。これはよくあることです。これを我慢すると。それからコンビニで物を買わない。これね、コンビニ割高ですよね。スーパーではね、えー、2割引き、3割引き。最初は10%引きですかね。3割引き、5割引き。これ、あの、賞味期限との関係でね、こうなるんですけど。 まあその日食べればいいわけで,でこれ安いものを買えばですね稼いだのと同じという感覚で主婦の皆さんやってますねお酒を飲まないっていうんでねお酒はねあの自宅での飲むのはまああれですけど外で飲むとねもうプラス酒の魚でね締めのラーメンとかね使いすぎちゃいますよね、まあ、課長さんとかね全部そ,その あの交際費でね出せる人はいいですけど自分でやったらこれ節約になりませんからタバここれはねもう体も悪いんでやめましょうでタバコ取ろうとパチンコなんてやるとねえらいことになりますパチンコは絶対もうかりませんだから飲み水は水で済ませるこれはうちもねそうですけど水道でねみんなものを済ませておりますペットボトルに水入れてね水道の水でねこれはね特報ですけどねえっと 塩素はウイルスに効くんですね。普通、ウイルスに効く薬はないんですけど、水道水が一番いいんでね。まあ、あの、水道水でね、拭いたり、水道水飲めばね、ウイルス治ります、これ。不思議ですけど。これ実体験です、これ。それから現金払いしないでクレジットで払う。これね、クレジットポイント貯まります。うちでもね、多分10万5万ぐらい毎月クレジットで決済してるのかな。そうするとね、 ポイント結構なポイント貯まってね、それでガソリン買ってやったりね、あとね、商品券もらったりね、やってますね。で、楽天カードがね、おすすめですけども、あと何つったかな、なんとか、あとスーパーのカードなんかもね、いいみたいですよ。イオンのカードとかね。それからあの楽天カードの場合は、楽天銀行、楽天証券っていう、いわゆる楽天経済券みたいなところでやると、ポイントがね、 3倍、4倍、5倍で最高15倍までいくのかな。そんないろんなことができるんで、それを絶対使わないのはですね。で、ポイントを貯めるっていう、これ、ポイントサイトでね、クレジットカード、FX 口座を作ることでね、これ、あの、まあ、最初だけなんですけどもね、これ私やりまして、このお金でね、いろんな、あの、えブログのね、サーバーとか、 農家のお金とか、まあ、ノウハウをねちょっと買ってみるとかいうのはこれでできます。宝くじやめましょう。これ当たりません。ギャンブル。これやめましょう。パチンコ、スロット、絶対損です。これね、損するのできてます。はい。中毒になります。それね、やめましょう。車ね、これは金組みして、はい、駐車場代。東京の中だと2万、3万します。車検。これもね、 2年に1回でも20万ぐらいかかりますでしょ高速代、これ無駄ですね。ガソリン代。ね。まあ、もちろん電、電車代かかりますけど、まあ、車をやりましょう。それからスマホはね、大手キャリアは高いです。もう8000円とかね、月額8000円とかしますけど、格安 SIM でね、楽天スマホとかね、SIM カードにすれば2000円ぐらいでできちゃうんじゃないですかそれから保険、これ見直しましょう。 独身なら保険いりません。から、県民共済ね。これで、あの、医療費なんか十分だと思います。でね、県民共済いいの、お金戻ってきます。はい。これをうちやってます。から、銀行の手数料、なるべく払わない。これは、あの、えっ、ー、と、払う時間とかね、あるじゃないですか。夜、夜になると手数料を取られるとか、そういうのを全部やります。えー、楽天銀行。えぇ、ー、SBI、住友信託銀行。 こうかなちょっとこれね後で追加しますそれから住宅ローンの見直し引っ越しね安い引っ越しで安い場所に行ったり住宅ローンはねこれネット系に行くと安くなるのかなそういうことであとちょっと古かった昔高い時のね住宅ローン固定であったりするとそれをまあ変動にして半分変動にして半分あのネットで安くやるとかねいろんなことをこかか検討しましょう。 不用品を売ろうっていうこ,と、ね、これはあの遺産、産遺,産遺品整理ね、かなり私もやりましたけども、最初、コット屋さん呼んでね、で、あと、ワットマンみたいなリサイクルで売って、で、あと、メルカリで本なんか売ったりね、そういうことできます。そうするとお金になりますね。板に捨てると5000円のねあの、えー電気、電気のあれかかったりしますけど、そういうのもこれでね。 節約できます。それから弁当を持参しましょう。これも当たり前かな。外食やりましょう。これも外食高いですしね。かあの、紙はね、セルフカットしようとう。最初だけね、えう、ー、ほぼ,ぼ、まあ、坊主があれ、ほぼ坊主に気分ウスでしてもらって、あとはハサミで自分でね、伸びたところでこうやってカットするわけですね。それから電車を回水券。ねこれ、回水券やるとね、まあ、1枚得するのか2枚得するのかちょっとね、得になりますよね。それから電気代。 これね、東京電力から東京ガスにね、実際や,やりました。これね、安くなりましたのと、ポイントがつきます。だからね、あのー、これはちょっと裏技でね、えっと、プロパンガスをね、えっと、う使うとね、給湯器をね、無料でつけてもらうと、これ、戸建ての場合かなマンションの場合ね、そうはいかないんですけど。それからね、税金類ね、国民健康保険とか税金類、これ結構高いでしょ これをね、えー、っと、あの、クレジットカードで7個に入れて、7カードだったかな、七個に入れて、それを税金を、この、各個の公民健康険料なんかを7イレブンで払うと。まあ、税金っていろんなのありますよね、お定3税とかね。そういうふうにすると、ポイントつくんですよ。点5ポイントだったかな、100円でね。それから節約し ったらね、それしっぱなしは面白くないんで投資しましょうって言うんでね投資インタク買いましょうこれあの楽天スーパーポイントで投資インタク買おうっていうのはこれ見ていただくとえー、っとこうやってやるとここに出てきますこれねこういうの私作ってもすこれもぜひ参考にしていただいて優待株をね例えば買うとか優待、ね、株、まあ、いろんなことをこうやってね ノー書いてあるの、そこでずっと愉快が上がりますねって言うんで。それから、あこれもちょっと間違ってこうか。あと、リートをね、買うっていう。これもね、あの、リートもいいですよ、うん。これは結構金額が必要になりますけどね。これね、この3つね、リートだ私、お金が入ったら買いたいと思ってるんですけど、高いですよね、でもね、結構ね。それからね、 体験をブログにして発信して YouTube にしよう節約体験をブログにして発信して YouTube にしようと。アドセンスでもらいたいってここのアドセンスはね、意外といいんですよね。少ないアクセスでも結構ね、あのーあ、できる場合もありますけど。まあ、あブログはね、オアコンっていって YouTube がいいなって人もいますけども、まあ、いろんなことやりましょうということですな。 まあ、ということで、えー、以上なんですが、今日はあ、節約、あなたにもできる節約術はというのでお送りしました。よければいいねを、そして、えー、チャンネル登録していただきますと、今後も励みになって作りますんで、よろしくお願いします。